ちょっとどいてお前ちょお前どけよしよしよし、お待てよ、おい11893お前ちょっとこっち来い、お前俺の影武者、お前俺の影武者として、おい11ヤクザお前大してやるだろ、ラストうまくねえだろ、お前俺の影武者として玉座にずっと座っとけ、で配信ずっと見とけ、お前ちょっと中入れ、入ってな、11ヤクザ入って、拠点バレた、マジかよ、アイキル11って言われてる、やばい、おい待て、偽の、おいちょっと待て、偽の、おいけけけ、おいお前が、おい今から敵来るからよ、お前がリーダーっぽく振る舞えよな、よしよし、バカだ、11目、おいお前リーダーっぽく振る舞えよ、分かったか、偽の、なんかどうやらね、敵に居場所がバレてるらしいんだけど、今来られたら、まずいから、あのね、仮拠点、ここ仮拠点にして、本拠点を別のところ作ろうとしてんだけど、ひとまずは、敵にそれを悟られないように一生懸命働いてくれ。な。拠点バカにされてる。敵、味方わからん。まあ、そらしょうがない。外国人にエボいって笑われてる。おめえて、おい、一日待っとけよってね、ぶっ殺しちゃかんだおめえのこと。お前が、お前らが笑顔でいられるのも今だけだからな。さあ、山の民見に行くか。おい、11、おい、11ヤクザ煽りまくれ !11 ヤクザ煽りまくれ、おい、No, my... No, my army is 200! お前に加藤純一を今日預けるからな。おあのバカどもに分からせるぞ。煽りまくれよ、マジで。で、お前がそこの王となる。これ味方全員な。マーキングできたら最高にいいんだけどね。めっちゃ煽ってる。Our base is so tiny, but my penny is... おずっと言っとけ。マジでもう、嵐と、な、煽りの境目。俺、お前だったらワンチャンバンされてもいいから。嵐は良くない。でも、その、戦略的だな。こっち来て、偽の偽りの、チャット担当、別名チャット担当。おい、どこ行った、おい、偽りの王様どこ行った、お前か、おい、いざとなったらさ、首脳会談みたいなのあったらお前が出てけよ。お前がチャットで持ちかけろ。おい、首脳会談しようって持ちかけろ。で、お前行ってこい。俺がカメラマンついてくから、おい。オッケーな。首脳会談持ちかけろ。戦争するかしないか、まず話し合いで決めませんかつって。S7 と T7 の協会です。S7 と T7 の協会。ああ、わかったわかった。オッケー。チャットで喧嘩してた感じ、おい、なんかもうあれしろよ、チャットでも嘘の情報流せよ、しっかり。その日本人が L10 に大移動してるって流せ。L10 に向かって100人の日本人が大移動してる情報戦だったら俺の勝ちだろ。ちょっとこいつあれか、クリエイトチームしとくか。タブでこれでいいのか、よし。あ、お、久保田学、名前がお前好きじゃないよ、お前のこと。俺あれだからね、ラストになると結構凶暴性が増すから、みんな殺されても文句言わないように。久保田はいらない。入ってくんじゃねえぞ、この野郎。あ、やべ、五兵だ。やばい。こいつなんか俺味方だった気がする。よしよし。